千葉ロッテマリーンズルーキーの松川選手が、はい、高卒ルーキーから一軍で活躍して佐々木朗希の完全試合もリードしたり、あの落ち着きっぷりは鶴岡さんどう見てますか？サインもらいたいです まず何がすごいってやっぱ完全試合するようなピッチャーの球をしっかり取れてワンバウンドしっかり止めれるって、まずこれがすごいっす。 何がすごいって、だって僕高卒で入って社会人入って、その社会人のピッチャーの球ですらすっげえと思ってワンバウンド止めれなかったのに、そんなねプロで完全試合するようなピッチャーのバンバンを、しかもあの完全試合した時もだって振り逃げも許されないからワンバンとか要求するの怖いじゃないですか、フォークとか要求するの、そんなの何にも関係なくバンってやって普通にやってたんで、このキャッチャーそのす本当すごい、キャッチャーが見たら本当にすごいと思いますね。技術がね、ワンバンを止める技術、ストライクをしっかりストライクに見せる技術、あとその要求する勇気がやっぱりこの普通の高卒新人じゃ絶対できないことだなと思いますね。